前橋市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は完成目前の大型インフラをテーマにお送りします。前橋市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。市民の皆様、明けましておめでとうございます。健やかに新春をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。今年もこのコーナーでは市政について分かりやすくお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回のテーマは完成目前の大型インフラですが、津市は海岸線が長く続いていて、以前から堤防整備が行われていますね。どのように進んできているのでしょうか。はい、伊勢湾岸の堤防でありますが、昭和28年に来襲した台風13号、それから昭和34年ですね、伊勢湾台風、これらによりましてですね、壊滅的な被害を受けたことを契機にですね、三重県が災害復旧事業として築造をしたものであります。実は津市の沿岸部についてはですね、昭和38年に完成をいたしました。その後ですね、栗間町や以南の海岸について、昭和46年のことなんですが、津松坂港港ですね、重要港湾に指定をされたわけであります。そのことによってですね、国直轄の港湾事業として堤防の整備がですね、行われることとなりました。そこで津松坂港の整備事業であります。実はですね、平成4年度にですね、カラスから始まったんですね。こちらは2350メートル、71億円かけて、カラスがずっと堤防ができたんですが、その次にこの仁江崎ですね、こちらは平成14年度から10年間、2158メートル、43億円ということであります。それも完了いたしました。そしてですね、残るこの阿漕浦御殿場ですね、それから栗間町屋、これらについてはですね、事業採択されたのが平成23年度であります。それぞれですね、3485メートルございます。それから2062メートル、こういうことだったんですが、さらにですね、その北、栗間港区ということで、1165メートル、こちらはですね、令和2年度からですね、栗間港区への延伸工事も始まったわけであります。したがって栗間町や、それから阿漕浦御殿場と、これらに対しては全部で160億円が投じられたわけですが、この区画もですね、この春いよいよ完了する見込みとなりまして、そうなりますと、北の栗間から南の烏丸までですね、全長 11.2km にわたる直轄港湾海岸堤防がですね、ついに完成をいたします。海岸堤防の完成により、市民の皆さんの安心感が増しますね。そうですね、津市市街地と企業や交通施設、病院などをですね、津波高潮の浸水から防護をするために、国はですね、堤防の老朽化対策だけではなくてですね、実は南海トラフ地震発生に備えた耐震化もですね、施す、いわば抜本的な改良を行っているわけであります。天場高6メートルへのかさ上げとですね、それから劣化したコンクリートを打ち替える、このことによってですね、堤防を強化していくことだけではなくてですね、実は土質調査の結果ですね、地盤が弱くて液状化対策が必要と、このように判断をされた、例えば三重大学の東側とかですね、相川の河口付近など1908メートルの区間については、地盤改良工事が実施をされました。もう一つ、津ヨットハーバーへの入り口となっております堤防開口部にはですね、国内最大幅のフラップゲート式立口が設けられました。これどういうものかと言いますとですね、平時は入り口の道路面にですね、格納されているわけでありますが、景観 20.6メーター、有効高 1.2 メートルというですね、ゲートがですね、浸水時の水位の上昇とともにですね、人為操作なしに路面からですね、自動的に浮上をしてきて、そして開口部を閉鎖すると、こういうものなんですね。
堤防のかさ上げだけでなく地盤改良や国内最大幅のフラップゲートなど様々な対策が取られているのですね。では津松阪港より北の堤防はどうなっているのですか。はい、国がですね、港湾堤防事業の進捗がございました。それを受けましてですね、三重県の手でですね、栗間よりも北側のこれ全部で 5.8km あるんですが、こちらもですね高さ6メートルの同じ高さのですね堤防整備を進めております。で、まずこの2つの事業ありまして、このピンクのところは漁港の事業なんですね。これは白塚で完了しました。1219メートル。そして今年度からですね、川上でもですね工事が始まりました。1000メートルですね。それから海岸事業について、この緑の部分ですが、現在ですね上野地区と白塚地区で進行中であります。そして東千里地区についてもですね事業実施が昨年夏にですね決定したと、こういうことなんですね。なるほど、白塚や川上でも工事が進んでいるのですね。はい、以上が堤防の話ですが、次に道路の話したいと思うんですよね。津市が事業主体となっている道路インフラ、これもですね、完成が近づいているんですね。津駅のすぐ北にございます大谷踏切でありますが、こちらは総事業費 34.6 億円というですね、大型事業であります。踏切の拡幅に続く近鉄可動橋の移設はですね、これ難しい工事なんですが、昨年7月にですね仮桁仮設が完了いたしました。現在はですね、古い橋台、前の橋台を撤去して、そして、高さ 3.2 メートルのですね、新しい橋台を作っていくと、こういう工事が進行中であります。踏切道ですが、以前は 2.5 メートルってものすごく細い踏切だったんですね。これが4倍以上11メートルに広がるわけですね。その中には3メートルの歩道が設けられます。したがって、安全にですね自転車とか歩行者通行できるようになるんですが、実は踏切の東側にはですね京北中学校がありますね。こちらへはですね、鉄道の西側からですねたくさんの生徒さん自転車で通学しておられて、現在243人いらっしゃるんですね。今はその皆さんが五穀神社の東側にある踏切、これを渡っておられます。その243人のうち97人はですね、大谷踏切の方を渡るということになりますので、完成いたしますとですね遠回りすることなく安全に通学できるようになります。今年完成予定の大谷踏切は車だけでなく自転車や歩行者も安全に通行できるようになるので待ち遠しいですね。そして津置橋の架け替えも順調に工事が進んでいると思いますが、いかがですか。はい、岩田川の河口に架かる津置橋の架け替えでありますが、これもですね市が主体となる事業としては極めて大規模なんですね。総事業費は 47.7 億円を見込んでおります。で、昨年春にはですね橋脚一基が新しく姿を現しました。で、来年の春までにですね、さらに2基橋脚、それから橋台を完成させるということになっております。で、上部工すなわち橋そのものでありますが、これも昨年末にですね発注をいたしました。で、現在工場でですねその製作が進んでいます。いよいよ令和7年度中にですね新しい橋がその姿を現します。やはり大型インフラの工事は長期にわたり多額の経費がかかりますから、財源の確保も大切なことですね。そうですね、都市の基盤となる大型インフラの建設にはですね、明快なビジョンとともに、巨額の予算とそれから長い期間が必要であります。例えば昨年末に全通した中西バイパス、あるいはですね、本年完成予定の津松阪港の整備事業、これらはですね国が昭和の終わりから平成初期にかけてですね着手して、そして長らく工事が進んできたところでありますが、粘り強くですね、予算獲得の要望を続けて、令和に入ってですねついに住民の皆様と完成の喜びをですね共にすることができました。で、津市が事業主体となる大谷踏切の拡幅、あるいは津置橋の架け替え事業についてでございますが、
まあ、これらはですね、まあ、長く温められていた構想をですね、平成の終わりに津市が財源を新しい国庫補助制度に求めることによってですね、まあ、実現をしたものであります。まあ、今後はですね、実は下鴨川の河口架橋とかですね、あるいは下べた垂水線の整備、これらはですね、三重県の事業として進められるということがすでに決まっております。まあ、いわば長年夢としてですね、語られてきた第三の江戸橋、それから鉄道との立体交差によってですね、市街地を東西に結ぶ道路、これらがですね、現実のものとなろうとしています。長い間計画されてきた新しい街の形がいよいよ実現に向けて動き出そうとしているのですね。そうですね。まあ、大型インフラはですね、完成して初めて期待された効果をですね、提供することが可能になります。まあ、住民の皆さんが受益の機会を逸することなくですね、まあ、時期にかなった利便性を享受するには早期完成という視点が何よりも重要であります。事業化の実現と着実な事業推進に向け、今後も国・県との協調を図りつつ戦略的に取り組んでまいります。テレビ版視聴コラム、今回は完成目前の大型インフラをテーマにお送りしました。前橋市長、ありがとうございました。ありがとうございました。